はい、おはこんばんちーす、あゆかでーす。はい、今日は東京の原宿駅にある竹下通りというところに行ってきました。イエーイはい、それでは一緒に歩いて行きましょう。レッツゴー。歩いていきたいと思います。本当に竹下通りはめっちゃいろんなものがあって、なんだろう、こういうの好きみたいな、食べ物、お寿司とかロッテリアとかマックとか食べるところはいっぱいあるんですけど、食べるところだけじゃなくて洋服屋さんとか、あとなんだろう、原宿といえばクレープクレープとか、最近だとレインボーのバター麺とかいうのがあります。はい、歩いていきます。洋服屋さんがリボーとかインクラテですは最近韓国とかで流行ってるニュースリーパックとか美容のあれですね、専門店通りはいつからだろう、なんか中学生の時とか友達とよくクレープとか食べに行ってました ね、 今はもう違うんですけど、なんか歌のレッスンを受けていたところが原宿にあったので、本当に原宿はよく来てました。ここがタピオカです。高所、いろんなとこにあるね。あとここが太陽のトマトチーズラーメンです。ここはね、すごくよく来るんですよ。私すごくチーズが大好きなので、はい、します。ここがテールハウスでタイルなんだです。韓国にもありますね。有名です。あとはなんだろう。最近は豆しばカフェとかいうのができて、豆しばちゃんと触れ合えるみたいなんですけど、まだ私行ったことないので、また行ってみたいです。それがキャンディーのいろんなお菓子が売ってるお店で、中学の時によく詰め合わせしたのを覚えてます。スイーツとかがたくさんありますね。あとなんだろう、チーズドッグとか、あとねえ、ね、見る。あと最近だとあんなロングポテトとかロングなソフトクリームがあります。すごいな。一人じゃ食べきれなさそう。あともちろんタピオカもあります。あとはクレープですね。はい。いつもは動画撮るとき、マスクを外してるんですけど、
ちょっと今はね、この時期なので竹下通りでたくさん人が通るということもありマスクをつけています。あと実はハロウィン食べてるんですけど、ポテリコっていうじゃがりこのあったかいバージョンがあって、それがすっごく美味しいです。メリークリスマス。至る所にクレープ屋がありまして、あとは路地裏に洋服屋さんがあったり、美味しいパスタのお店もあります。さっきね、今ね、動画撮ってくれてる友達と食べたんです。めっちゃ美味しかった。ミートパスタを食べました。あ、でこれがレインボーの綿飴。これ流行ってて、なんか今流行ってる鼻炎マークとか、あと哺乳瓶の形したゼリードリンクみたいなのがあるみたいです。一体だけ美味しい、見た目が可愛くて美味しい。最近できたのかな、いちごの。すごい、かわいい。上にはアニメグッズが売ってるみたいです。アニメ好きにはたまりません。なんとアニメガルダク、多分もうここら辺で竹下通りの半分ぐらいは終わったんじゃないかな。なんかここまで来ても結構いろんなものが詰まって、鬼滅です。鬼滅に反応しちゃう。お洋服屋さんとかディズニーストアもあったりなんかします。なんか学校帰りとかお仕事帰りに行ったら、あっという間に時間が過ぎそうですね。かわいい。アクセサリーなんかもあります。お洋服とかアクセサリーとか、今なんかマスクとかも欲しかったらありますね。日当たりにある。すごい、これまですごく竹下で、竹下通りでお洋服とかも買ったりしました。食べてお洋服を買って、ワンちゃんカフェも最近できたみたいです。まだ行ってないので絶対行きます。ちゃんとダイソーもあります。ダイソーね、何でも100円だから本当に便利。今110円か。プリクラなんだ。キャラクターショップ。かわいいですね。鬼滅とかいろんなものも売ってそう。ここもパリスキッズというアクセサリーがたくさん売ってます。安くてかわいいので、なんか中学の時とかに友達とお揃いのアクセサリーはここでした。マクドナルドさんもあります。いろんなカフェがありますね。もう竹下通りも終盤です。終盤とはいえど、私たちが歩いた道は出口から入り口へと向かってたんですけど、あともうちょっとで終わりです。で、こちらが原宿駅です。 JR のね、原宿駅です。はい。こんな感じで、あの原宿駅の向こう側にもココというタピオカ屋があります。はい、という感じで竹下通りが歩き終わりました。本当の。
はい、いかがでしたでしょうか。はい、竹下通りはですね、私が中学生の時からいろんなお洋服とかを買ったり、クレープとかいろんな甘いものを食べたり、友達とかとプリクラを撮ったりして、本当に思い出の場所でした。皆さんも東京の原宿駅に行った時はぜひぜひ竹下通りに遊びに行ってみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。テレマカシー。それではまた次回のスカスカあゆかで、じゃあねー。